どこに行くんだ？どこに行こうかな。ソフィーじゃねえか。どうかしたのか。ううん、ちょっと通りがかっただけ。オリオスさんはお仕事かな。おう、俺様はこの世界で大人気の用心棒だからな。依頼が多くてマジで困っちまうぜ。そんなに依頼が入ってるの。俺様より優秀な用心棒が他にいるか。いねえだろ。それが答えだ。その性格が治れば完璧なんだがな。そこも含めて俺様の魅力なのさ。完璧すぎるやつは嫉妬されるし、モテねえだろ。うん、分かった分かった。とにかく今日も頼むよ、オリアス。安心しろ、俺様が一緒なら世界一安全だからな。つうわけだからソフィー、悪いがまた今度な。本当、オリアスさんのあの自信ってどこから生まれるんだろう。でもあの依頼人の人って常連さんみたいだし、本当に人気はあるんだろうな。君は確かソフィーだったか。ソフィーの家ミュラーです。ラミゼルさんの代わりに剣の依頼を受けに来ました。代わり、急用でも入ったということか。承知した。てかお前、剣なら何本も持ってんだろうが。それ使えばいいだろう。それも考えたのだが、やはり手に馴染む剣が普段使いには一番だと思ってな。手に馴染まねえ武器なんか集めんなよ。ったく、この万年武具マニアが。趣味というだけだ、マニアではない。随分と親しいようですね。言ってなかったっけ、リーボルトさんもオリアスと同じ用心棒なんだよ。見ての通り全然タイプは違うんだけど、なんか仲がいいんだよね。それでソフィー、すまないが剣を作った経験があるか聞いてもいいか。はい、数は少ないですが経験はあります。そうか、少々不安は残るが、ラミゼルがよこした代理だ。信じてみてもいいだろう。ラミゼルさんってソフィーさんが錬金術してるとこ見たことないよね。まあそうだな、けどあいつが納得してるならいいんじゃね。改めて、私はディーボルト・レーベレンツ。この町で用心棒をしている。頼みたいのはこの剣なんだが。これって
結構修理をした跡がありますね。もしかしてディーボルトさんが？ああ、どうにかだましだまし使っていたのだが、先の戦いでとうとう寿命を迎えてしまった。折れてこそいないが、もう切ることは不可能だろう。そうだったんですか。大丈夫です、私に任せてください。きっと満足してもらえる剣を作ってみせますから。ああ、期待している。さてと、俺も一旦依頼が来てねえか見に帰るか。素材集めに行くんだったら声かけろよな。私もちょっと用事があるから、また後でね。うん、二人ともまたね。さてと、この剣は初めてだからな。失敗できないし、ちゃんとレシピを考えてみよう。完成しそうです。やったね、プラフト。はい、ソフィーのおかげですね。そんな、私はちょっとやり方を教えただけだよ。やり方を教えてくれただけではありません。そばにいること、それも重要なのです。同じ錬金術師がそばにいることで、切磋琢磨して技術向上に励もうという気持ちになれますからね。元の世界でもそんな友がいました。おかげで私はここまで成長できたんです。プラフタの錬金術師の友達って、もしかしてその友達と一緒に頑張ってたんだね。はい、彼と共に互いの研究成果を見せ合い、時には衝突もしながら腕を磨いていったのです。錬金術師の優秀な錬金術師の友というのは本当にありがたい存在です。いい友達なんだね。プラフタから聞いた話と似てる。やっぱりこの子は。よう、お二人さん、ちょっといいか。どうしました？改まって。いやよ、お前らとも結構長い付き合いになったし、俺様直伝の超絶戦闘技法を教えてやろうかと思ってよ。本当？オリアスさんに
に教えてもらったら百人力だよ。おうよ、絶対に役に立つはずだぜ。って感じさ。それは結局自分で頑張れということでは？いやいや、コツが分かるだけで強くなる近道になるだろう。なあソフィー。確かにそうだね。前にも同じようなことをしたのは黙っておこう。まあやるだけやってみましょう。新しいレシピ出来上がり。新しい道具作れるようになりましたよ。新たなレシピを習得しました。新しいレシピ出来上がり。新たなレシピを習得しました。使ってた剣とは全然違うな。ジュリオ？うん、すっごく強くてかっこいい騎士なんだ。
キッシーですか。交友関係が広いのですね。改めて考えるとそうだね。いろんな人との出会いがあったからな。フリッツさんって剣士からは人形の構造を教えてもらったりもしたしね。剣士から人形の構造を。不思議な方もいたものですね。でもそんないろんな人たちと出会ったおかげで私も錬金術師としてすっごく成長できたんだ。なるほど。いろいろな専門家との出会いというのは確かに錬金術の成長にも大きく影響しそうですね。いい話を聞けました。それじゃ剣の材料が足りてるか確認してみよう。どれにしようかな。材料はっと何を作っちゃおう。どれにしようかな。
ごいのできちゃうかも。さて、どう料理しようかな。これでいいかな。一気に仕上げるよ。これで完成。いいんじゃない、これ。はあ、完成。強度も切れ味も確認したし、あとの細かい部分は使ってみてからって感じかな。早くディーボルトさんに持ってってあげよう。どこに行くんだ。さあ行くとす。そういえばソフィーちゃん、こっちの生活で何か困ってることはない？ううん、今のところは大丈夫です。アトリエもプラフタが使わせてくれてるし。よかった。でももし何か困ったことがあれば、いつでも私のところへ相談に来てね。はい。そういえばカティさんってエルデビーゲについては詳しいんですか？まあね、私この世界じゃ古株だし。だから大抵のことは知ってるつもりよ。でもあまり長くいたら元の世界のことが懐かしくなったりしないんですか？そりゃ懐かしいなとは思うわよ。向こうにだって思い出はあるからね。帰りたいとは思わないの？別に思わないわね。だって特に困ってることないんだし。もともといた世界とは違うのに？あー、それあれだわ、難しく考えすぎてるだけだから。実際暮らしてみると外国に引っ越して暮らしてるのと何も変わらないから。家と仕事、友人、そして平穏に暮らせる環境、私にとっては理想郷よ。ソフィーちゃんは来たばかりだからわからないだろうけど、しばらく過ごせばきっと同じ気持ちになると思うわ。私は元の世界でやることがあるから絶対に戻りたいと思ってるけど、でも面白そうだし、それまでにエルデビーゲをいろいろ回って見てみますね。どの依頼を受け、報告しちゃった。助かった。この依頼を報告する？いらっしゃいませ、ソフィーさん。お食事ですか？うん、カティさんにお願いしようと思ったんだけど。
働きたくない。働かなくていい仕事あればすぐ転職するのに。本当うちのマスターがすみません。すぐ用意しますので座って待っていてください。お待たせいたしました。ごゆっくりどうぞ。ありがとう。それじゃいただきます。お口に合いませんでしたか？あ、うん、美味しいんだけどなんとなく物足りないような感じがして。そうですか、申し訳ありません。料理はまだまだ修行不足のようです。あ、カティさん。ソフィーちゃん、ちょっと一口もらうね。おー、なるほどね。お店に出すレベルには達してるけど、気持ち塩を多めにして調理する際の火力は強火で、それで一気に味が深まるはずよ。え？すぐ作り直してきます。ありがとうございます、カティさん。私の分もよろしく。はい、わかりました。頑張って美味しいの作りますね。さてと、ってわけだからさ、ソフィーちゃん、悪いけどもうしばらく待っててね。そこまでわかるなら自分で作った方がいいんじゃないですか？それは言わない約束よ。はあ、お腹空いたわ。この世界って子供やお年寄りの人もいるよね。年齢に関係なくエルビーラは気に入った人を誘っているようですからね。でもみんな家族ってわけじゃないんでしょ？そうだよ、みんな違う時代の違う場所から来た他人同士だからね。そんなのここにいる人たちは百も承知だから、みんな助け合って暮らしてるんだよ。子供が来た時は率先して面倒を見てくれる人もいるし、お年寄りの人もちゃんと安心して暮らしながら夢を叶える準備ができるようになってるんだよ。みんな夢は違えど、それを叶えたいという志は同じですからね。互いを支え合いながら己を高めていこうという気持ちなのでしょう。まあ自分の夢が叶うなら他はどうでもいいなんて考えの人は来れないと思うしね。エルビーラ様どころか誰からも気に入られるような人じゃないと思うし。そっか、夢を叶えるために一生懸命の優しい人たちが集まる世界、素敵だな。どこ行く？出発ですね。剣はどうですか？気になるところがあれば言ってください。いや、強度はもちろんだが、
バランスがいい。まるで手に吸い付くような感覚だ。家事の参考にもなる素晴らしい剣だ。見事な仕事だ。ありがとう。いえ。でもリーボルトさんって自分で家事もやるんですか？いついかなる状況であろうと、最低限己の武器を手入れする技術は必要だからな。それに強い武器を作らねば奴を撃つことはできない。奴？黒い鱗を持つ竜だ。恐ろしく凶暴な魔物でな。もし奴を見かけるようなことがあれば教えてもらえると助かる。わかりました。見かけたらすぐに伝えますね。ありがとう。ところでソフィーは離れ離れになった家族を探しているのだったな。剣を作ってもらった礼と言ってはなんだが、私にもその手伝いをさせてもらえないか？本当ですか？すごく嬉しいです。期待に応えられるよう全力を尽くそう。早速なんですが、ラミゼルさんが受けていた魔物退治の依頼に付き合ってもらえませんか？もちろんだ。この剣の切れ味も確かめさせてもらうとしよう。ありがとうございます。それじゃあ一緒に湿地まで来てください。ちゃんと一緒に暮らしてるけど家族ってわけじゃないよね。僕とアレットに血のつながりは一切ないよ。ただ同じ商人同士で気が合うし仲も良かったから一緒に暮らそうって話になったんだ。じゃあ最初は一緒に暮らしてなかったんだ。うん、アレットがこの世界に来た時なんだけど、身一つで手ぶらの状態だったんだ。つまり売る商品も何も持ってないすっからかんの状態ってことだね。アレットちゃんショックだったろうな。主戦度なところあるからね。だからお金を増やすのに必死だったんだよ。寝る間も惜しんで仕事して食事を削ってまでお金を増やそうとしてさ、このまま放っておいたらさすがにまずいと思って一緒に暮らすことを提案したんだよ。そうすれば少なくとも食事の時間には強制的に一緒にご飯を食べさせることができるからね。なんていうか極端な行動しちゃうところがアレットちゃんらしいな。まあそういうところも見てて楽しくはあるんだけどね。同時に放っておけないところでもあるんだよ。ピリカさん優しいんだね。商売に熱心な子を放ってはおけないからね。けどそのおかげで他の調達屋の仕事の時に珍しいものを見つけてお土産に持って帰ってきてくれるんだよ。だから結果的にこっちも今は助けられてるし、持ちつ持たれついい関係でやれてるよ。もうこんどれが欲しい？これでいい。ありがとう。これでありがとう。どうも。ま、思いついたかも。どこに行こうかな。うん、
出発し。ソフィーの手伝いをさせてもらうことにしたんだ。彼女は私の剣を作ってくれた恩人だからな。へえ、お前も一緒ならどんな相手でも怖くねえや。よろしく頼むぜ、相棒。ああ、共にソフィーを守る剣となろう。おお、男の友情だ。ちょっと暑苦しいけど頼りにしてますね。全員揃いましたし、向かいましょう。場所はアズラの桟橋と呼ばれる湿地です。どこに行くんだ？出発です。表情をしてるみたい。オリアさん、どうかしたの？ああ、ソフィーか。ちょっとした悩みがあってな、いろいろ考えてたんだよ。私でよければ相談に乗るよ。力になれるかはわからないけどつまらねえ悩みさ。知っての通り、俺様は用心棒だ。俺もこの世界で最も優秀で頼れる超用心棒だ。超用心棒って、まあ、うん、頼りになる人だよね。ああ、そのせいか当然用心棒の依頼が山ほど来る。俺以外にも同業者は結構いるってのにな。さっきも同業のやつに頼まれちまってな。こっちにも仕事を回してくれってってよ。なるほど。俺様ちょっと優秀すぎるよな。そのせいで同業者に依頼がいかなくなっちまう。それを思ったらなんだか悲しくなっちまってな。だからって仕事の手を抜くわけにはいかねえ。依頼者は俺様に助けを求めてきているんだからな。けどよ、誰かを助ければ誰かが不幸になっちまう。この螺旋を止めるのは俺様の使命なんじゃねえか。それは一人の人間が抱えるには重すぎる使命だ。俺様は潰れず抱えきることができるのか。どうもソフィー。あれ、勝手に帰ってんじゃねえ。俺様の話を最後まで聞きやがれ。どこに行こうかな。よし、うわ、何この煙、もしかして火事？アレットちゃん、ううん、錬金術に失敗しちゃって。失敗するとそんな煙出るの？ご近所さん大変だなっていうか、プラフタに怒られちゃうかも。アトリエの中すっごい煙くなってるしね。バレる前に換気した方が。ソフィーさん、なんか窯の中にあるんだけど、これ成功してない？形にはなったけど、作ろうと思ってたものじゃないの。こういう失敗作って捨てるの面倒なんだよね。なんてもったいないこと。捨てるくらいならこれ私にちょうだい。それは構わないけど、本当にただの失敗作だよ。置物くらいにしか使えないと思うし。
ソフィーさんにはそう見えるかもしれないけど、私の目には掘り出し物に見えるんだよね。そうなんだ。もしかして他にも失敗作があるって言ったら欲しい？あるの？うん、捨てるのが面倒だから見えないところに隠してあるんだ。もらう、ぜひもらいます。私に全部ください。いいよいいよ、全部あげちゃう。置き場所がなくなりかけてたから助かったよ。ちょっと顔出しに来ただけですっごい掘り出し物に出会えちゃうなんて、商売の神様に感謝感謝。ソフィー、今後は溜め込まずにちゃんと捨ててください。ソフィー、プラフタ、いいものを持ってきてやったぜ。いいもの？手ぶらのように見えますが。そう慌てんなって、外に来てくれよ。みな、こいつは温室栽培機だ。温室栽培？おうよ。この世界の天気が変わらないってのは知ってるだろ。それと似た感じで一定の環境で栽培できるって代物だ。と言っても私たちに野菜を育てる趣味はないですよ。まあそれはそれ、これはこれだ。俺が使ったらただの野菜しか作れねえけどよ、お前らなら何か特別なものが作れんじゃねえか。そっか、錬金術で種を作れば何かできるかも。なるほど、それは面白そうですね。すこぶる興味が湧きます。だろ、こいつもやるからよ。錬金術で種を作る参考にしてくれ。ありがとう、オリアスさん。教えるけど準備はできてる？もちろん、いつでも大丈夫。何を作ろっかな。大まかにでも決めておいた方がいいよ。薬にするとか道具にするとか。そっか、じゃあ道具にしようかな。薬よりもそっちの方が複製しやすいし。そうなんだ。それじゃあ早速始めよっか。これは何だろう。うわー、可愛いのできたじゃん。え、可愛い？うん、僕こういうの好きなんだよね。それでこれってどういうものなの？残念だけど失敗かな。あらら、そうなんだ。やっぱりそう簡単にはいかないってことか。
それにこの見た目じゃちょっと売り物にはならないような。いやいや、売り物にはなるって。むしろめっちゃ売れるんじゃない？この個性的な見た目、とっても素敵だよね。吸い込まれるような美しさすら感じるよ。そうかな。僕が言うんだから間違いないよ。やっぱり僕は複製能力とこの溢れ出る美的センスを武器にした方が良さそうだね。それが一番ないと思ってたんだけど。まあ楽しんでもらえたみたいだし、とりあえず良かったよ。うんうん、ここがこうなって、どこに向かう？